こんにちは、トリカラチャンネルです。お腹まん丸、足高雲、過去たる。そういえば前回、ケージにヨーロッパイエコオロギを投入しましたよね。そうでしたね。あれから、コオロギはどうなりましたか？こうなりました。これは、お見せできないですね。大事な命、ありがたくごちそうさましたようです。与えた日の夜中に捕食したようです。足高二等兵、お腹いっぱいなんですね。今日から3日か4日はお水だけ与えることとしましょう。お腹を空かせた状態にしてから撮影体制を整えたところで次の餌を与えることとしましょう。次こそ捕食シーン撮影するぜ。おーおお。ところで前回の動画で有識者の方々よりシェルターを入れた方が良いのではないかと提言がございました。ございました。提言を受けた我々は実行を重ね一つのソリューションに到達した。余ってたアクアリウムグッズを引っ張り出してきただけだろ。このシンプルかつ堅牢な構造は足高二等兵にふさわしいトーチかと言えよう。確かにちょっとそれっぽいな。足高二等兵は喜ぶに違いない。トーチか設置。プラケースが小さいからシェルターがでかく見えますね。果たして足高二等兵はこのシェルターを気に入ってくれるのか。しばらく様子を見ましょうね。